ちは。今回はキイチとオキでよろしくお送りします。よろしくお願いします。はい、今日は秋のちょっと、はい、一押しカラーのコーディネートをご紹介したいと思います。はい、ピンク、あ、ワインレッド、はい、ブラウン系とボルドーとオレンジのアクセントでちょっとこうコーディネートをしてみました。はい、キュッさんのこのパンツと、ね、私のこのジャケットが同じ、はい、アシックなんですけど、はい、こういうちょっとバランスで、ね、ちょっと組み合わせてみました。いいと思います。はい、私はピンク系がちょっと入ってますけど、キュッさんはちょっとオレンジ系の、ね、帽子もすごく、はい、ちょっとブラウン系のいいですね。はい、こう脱ぐと、はい、こういうちょっと、ね、ちょっとこちらの、はい、短いグレー系のニットを着ていただく、着て、で、キュッさんの方はちょっと圧縮のブラウン系と、ちょっとね、そうですね、ブルーが綺麗な、はい、ちょっとこういう、これもリバーシブルなんですよね。そうですね、実はリバーシブルになってます。ふわふわのニットになっております。ちょっと裏がブラウン系の裏は黒とブルー系の、はい、ものになってます。はい、綺麗な、ね、着てて軽くていいと思います。はい、あとはこれが、今年は初めてですね、この襟がね、横スリットっていうか、ね、こういったちょっとこう横に開いた感じのニットが、でも、ね、何でもこうスリット首元もね、すっきりしてるのでいいかなと思います。はい、長さもちょうどいいですね。ちょっと気持ちこうかぶり気味でね、ヒューさんも優しい感じのライチは、はい、そうなんですよ、スリットがね、ここに入ってる、前横にスリットが入っている、はい、珍しいですね、その切り替えをしてそのまま、そうですね、細く見そう。いいと思います。はい、これは圧縮は後ろポケットになってる感じ。紫とこうボルドーがとっても、ね、新鮮な感じで綺麗ですね。はい、すごいインパクトですね。はい、ちょっとあったかめのスカートで私は合わせてみましたけど、ピンクっていうの、そうですね、優しい感じのお色目で、はい、ボルドーもちょっとレニソンになりまして、ちょっとグラデーションな感じで、はい、そういう感じで、はい、皆さんもぜひ合わせていただいて楽しんでいただけたらと。はい、商品の詳細が気になる方は佐藤繊維オフィシャルサイトクロスイットオフをご覧ください。また取り扱っていただいている小売店直営店でもご相談いただけます。グッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いいたします。ありがとうございました。